チュッ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 、人生で一番チュッチュ言ってるかもしれないですね。皆さんこんにちは、茨城大使の小林正俊です。今日はですね、僕の地元、懐かしい水戸駅にやってまいりました。今日はですね、初夏の茨城の魅力についてお伝えしますので、早速レッツゴー。最初の目的地は竜神橋です。日本でも、有数の長い、歩行者専用の吊り橋っていうのと、あと初夏ならではの魅力として、鯉のぼりがすごいですから、ちょっと楽しみに。はい、はい、着きました。皆さん、竜神大吊り橋です。なんと、初夏ということで鯉のぼりがたくさん泳いでいます。皆さん、ここが吊り橋の入り口なんですけれども、ものすごくですね、これ高いんですよ。見えますかね。はい、すいません。はい、ありがとうございます。いや、いいですか。はい、はい、じゃあついに竜神大吊り橋を渡ります。はい、渡る第一歩でつまずきそうになりました。いや、でもこれすごい懐かしい、30年ぶりぐらいじゃないですか。はい、ちょっと下見ます。皆さん、お、どうですか。なんかちょっと足がすくみますね。そう、ダムなんですよね、この下ね。そう、ダム、ダムの上に橋をかけてるんですよね。全長375m かな。さすがですね、なんで知ってるか分かります。さっき通行券に書いてありました。やっぱりどうしても紅葉の時期というイメージがね、結構あると思うんですけど、この新緑の時期に来れば鯉のぼりもね、圧巻ですし、とにかく緑がね、綺麗ですよね。そうそう、お、なんだこれは。あ、この鐘知ってますか。二人で鳴らさないと鳴らない鐘なんですよ。スタッフ3人いますけど、やっぱり。いやいやいや、こちらの方誘わないでしょ、僕。え、嘘、カズさんとじゃないんですか。ぜひぜひぜひお願いしますよ。愛の鐘。せーの。なるほど。おお。振らしてください。はい。二人の愛が深まりましたか？お、私はもともと深まってると思いますけどね、大先輩ですが。はい、いかがですか？ありがとうございます。はい。ウェザーマップチャンネル。次の目的地はですね、僕のおすすめスポット第2弾、たっちゃんの湯でそば打ち体験。たっちゃんの湯は竜神大吊り橋から車で1分ぐらいですね、坂道を下って、すぐあります。はい、そんなことを言ってる間に間もなく到着でございます。はい、さて、たっちゃんの湯到着しました。こちらは温泉施設でもありながら、そば打ち体験もさせてもらえるということなんで、ちょっと楽しみです。はい、お世話になります、小林です。あ、すいません、ありがとうございます。あ、嬉しいです。すいません、朝早くからありがとうございます。楽しみです。ありがとうございます。もみじの湯と桜の湯があるみたいですよ。竜神大吊り橋渡った後、疲れた足を癒すとかね。素晴らしい。あ、すいません、お世話になります、小林と申します。お願いします、お願いします。はい、あ、素敵な広間でお願いします。はい、最初は手を広げて、はい、小麦粉とそば粉をぐーっと顔を合わせるように、こういう感じですね。はい、ね、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、あ、すごい気持ちいい、柔らかい。埋もれたい。
上手上手。はい、さーっとこんなもんですか。そうですね、はい、はい、そしたらかぶせるようにして、はい、さあ、はい、はい、ちょっとなんか喋らなくなっちゃいますね、集中しちゃって。いや、小林さんの方が上手だわ、これ私の方が違う、全然。実は、ね、そう、あのやってるんですよね。内緒でやってますね。90超えたら僕蕎麦打ちやりたいと思ってるんですよ。俺もなんですよ、引退したら蕎麦屋やりたくて。やりたいですよね、地元で。みんなそう言ってね、やっぱりやんないのかな。やってるよ。やんないのかな。みんなやってんの、本当に。ちょっと下が尖らないですかね。尖らないのも仕方ない、これはね。一気に綺麗になりますね。すごい、もうこっから崩さないようにしましょう。ちょっとやってみて。ちょっと仕上げやってみましょう。仕上げ、こうっすね。はい、ありがとうございます。そしたらこれでガス抜きみたいな、こうですね、はい、で平らにしていく感じで、はいはい、日頃あんまりガスがたまんないタイプなんで力が弱いですかね。あ、そっちのガス違う、ストレスの方を1、2、3、1、2、3、チュッチュッチュッ。でまた同じ巻きつけていいですか。はい、チュッチュッチュッ、はい、チュッチュッチュッ。チュッチュッチュッ。人生で一番チュッチュ言ってるかもしれないですね。でも小林さん上手上手、うん、なんかあんまチュッチュ上手みたいに言われるのもね、あれですけどね。嬉しい、嬉しいですけど。一人でやってんですよ、すごいよ。すごい素質があるの。あら、並びたいよね。もういいんじゃないかな。よかった、素晴らしい。伸び細く、このぐらい、おお。垂直に下ろすですね。はい、そう、初めてでこんなできるんだからすごいね。ここ家に包丁がないんですよ。家に包丁がない。あ、じゃあ何でやるんですか。手で。歯で。すごい気持ちいい。うんね、サクッと入るから。はい。よし、いいよ、待ち完成。広げる感じで、はい、こういう感じで、はい、はい、わーすごい、完成です。はい、じゃあいただきます。いいですね、このちょっと太い部分とね、細い部分があるのはご愛嬌で。うん、とても美味しい。すごいね、打ってる時から感じてましたけど、すごいこうコシがあるお蕎麦に完成しましたし、すごい香りがいい。あのね、初めてでしょ。初めてです。みんなにやっぱりそれ均等に食べる、すごいです。本当ですか。嬉しい。嬉しい。うん、すごいコシだもんね。あ、ありますよね。あ、よかった。最高。めっちゃうまい。うめえなこれ。ウェザーマップチャンネル。次はですね、ちょっとそばに合うとある飲み物をいただきに行きたいと思います。やっぱり日本酒ですよね、お蕎麦といえば。
やっぱりどっちかっていうと皆さんあれですよね、その米どころ日本海側の、ね、イメージとかあると思うんですけど、米も美味しいし、あの水も綺麗なので、まあ、とても美味しいです。岡部酒造さんにやってまいりました。とても趣のある建物ですよね。よいしょ。こんにちは。はーい。こんにちは。はい。すいません。本日お世話になります。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ、じゃあこちらへどうぞ。はい。お邪魔します。失礼します。わー、すごい。酒がいっぱい。松まで栄える松盛りということで、まあ、代表銘柄が松盛りっていう。松盛り。はい。お酒でやってます。で、まあ、大体9割ぐらい、8割から9割ぐらいが茨城県産のお米でやってます。日本酒若手蔵元活性化プロジェクト。茨城県ってすごくあの実は酒蔵がたくさんあって、すごい皆さん技術力も高くて美味しいお酒がいっぱいあるんですね。なんですけど、なかなかこう全国的にまだ知名度がない状況なので、茨城県の酒蔵で斬新なお酒のアイデアを出してもらって、知らない方にもたくさんこう知ってもらえるような、そういうお酒の開発を行ったプロジェクトになります。はい、どうぞ。はい、すいません。わあ、すごい綺麗。ありがとうございます。香りもすごい。そうですね、はい。すごい、後味もすごい良くて、すごい澄み渡るお酒で、結構グッといきましたねすいません、半分以上いきましたもんねなんかこう一番の特徴みたいなものってありますか？あのやっぱ日立太田っていうと竜神峡がまあ一応一番の観光地になるので、竜神峡の上流に亀ヶ淵っていう源流が流れる最初のスタートのところがあるんですけど、竜が住んでいるっていう伝説が残ってる淵だったので、お酒を沈めて竜伝説っていう名前で発信したいなって形になりました。美味しいわけですね。茨城大使として茨城県県北のお酒をどんどん広めていかないといけないです ね、 ですね。どうぞ。あ、ごめんなさい、すいません、なんか飲み会に来たみたいになっちゃいました。すいません、飲み会だと思ってくださいすいません。ウェザーハーブチャンネル。いやー、黄門様、助さん、格さん、初夏の茨城とても良かったです。はい、水戸駅に帰ってまいりました。今日はね、東京を出発して水戸について、そこから県北常陸太田市まで行ってきましたけれども、半日もあればね、十分回れますね。ぜひ多くの方に来ていただければと思います。で、茨城の魅力はね、たくさんお伝えできたかと思うんですが、私小林の魅力はじゃじゃん、こちらの本で、伝えられればと思います。その名もしゃもじがあれば橋はいらない、5月1日に本を出しました。私のエッセイ本となっております。皆さんぜひ、買っていただければと思います。はい、それではまた。じゃあコインを入れて松盛りさんいただきます。一口飲みました。飲んじゃったなんかすごい小林さんってグミって飲みましためちゃくちゃ変なところだけ男らしいんですかね